あなたは日本銀行を知っていると思います。日本銀行略して日銀です。では日本銀行は何をしているか知っていますか多分多くの人は何をしているかあまりよく知らないと思います。本日は日本銀行は何をやっているのかと私の感想をお伝えします。日本銀行がやっていることはいろいろあります。 それはこちらです通貨発行と管理金融政策の決定・実施金融機関への融資経済のモニタリング金融機関の安定性維持国債の発行国際間の連携為替レートの安定化などです通貨発行と管理日本銀行は国内のお札や硬貨を発行し管理し円の供給をコントロールしています金融政策の決定・実施 日本銀行は金融システムや物価の安定のために利率の調整など金融政策を担当しています。金融機関への融資。日本銀行は円を適切に流通させるために他の銀行や金融機関に融資を行い、円の供給量を調整しています。経済のモニタリング。日本銀行は国内外の経済情勢をモニタリングし、経済の動向を把握し、必要と時には金融政策を実施します。 金融機関の安定性維持。日本銀行は金融システム全体の安定を図るために金融機関の監視や支援を行い、預金者や経済全体を安定させる役割を担っています。国債の発行。日本銀行は国の予算を補うための資金調達の手段として国債を発行しています。国債間の連携。日本銀行は国際的な金融の安定のために 外国国のの中央銀行や国際機関と協力しています為替レートの安定化日本銀行は円の為替レートを安定させるために海外の中央銀行と協力しています。いかがでしたでしょうか日本銀行がやっていることを一言で言うと通貨発行、金融政策実施、金融機関への融資、経済のチェックなどを通じて国内経済、国際経済の安定と発展という役割を担っています。 ある意味金融に関する縁の下の力持ち的な存在です。金融政策は一歩間違うと経済に悪影響を及ぼすので日本銀行の責任は大変大きいです。ただ日本銀行のやっていることは一般の人たちには見えにくいので何をやっているのか分かりやすく説明するために情報公開をより積極的に推し進めてほしいと思います。そうすれば日本銀行に関心を持つ人も増えるのではないでしょうかね。 今回の動画は以上で終わりです。ご視聴ありがとうございました。